こんにちは、ようこです。今日は6月の6日の月曜日になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。私の住むこのドイツなんですけれども、今日はこの休みなんですね。祝日ということで、キリスト教に関する祝日ということで、私キリスト教徒じゃないので、もう全然その辺のこと分かってなくて、昨日の晩、このドイツ人夫が、キリスト教徒なんですけれども、それでね、夫に言われて、夫も仕事がお休みであるということで、今日もね、家にいるんですけども、で、それで私は今日はもうすっかりね、平日だと思っていたんで、スーパーマーケットに行く予定だったんですけれども、このドイツなんですけども、祝日とか土曜日、日曜日はお休みなんですね。すべて、スーパーマーケットとか商店がお休みになるので、今日、スーパーマーケットが空いていない状態なんですね。で、それで、今日は、夫もいるので、食事の準備をするんですけれども、家にあるもので、お料理をしたいと思います。でね、特別なお料理ではなくて、普段、土曜日とか日曜日とかお休みの日に、私たち夫婦が食べているものなんですけれども、で、今回はね、こういう事情で、お買い物行けない状況で、家にあるものを使いたいと思うんですけれども、今、この、ドイツも、日本もそうなんですが、このね、世界的問題になっている、ウクライナとかロシア問題とかが関連して、食品とか、日用品が値上げしていますよね。で、そんな中、私も一応、いろいろ工夫はしてるんですね。やはり、家計のね、負担にならないような、このね、食材とか食料品を買うようにして、で、お料理なんかをしているんですけれども、それでですね、今日ね、お料理するものなんですけれども、カツレツ、とんかつにね、したいと思うんですね。で、それで、私がなんでね、とんかつにしようかと思ったんですけども、冷蔵庫にあるものを見たら、今あったものが、こちらのね、お肉なんですね。これね、豚肉なんです。で、この豚肉 480g なんですけれども、この冷凍にしていたんですね。ですから、もうすでに、賞味品期限が切れていて、これ4月の29日までの商品なんですけども、この 30% オフで売られていたものを、その時に買って、私は冷凍保存してたんですね。で、今は、このスーパーマーケットなんかに行くと、日々値段が違うんですけども、全体的にやはり値段が上がっているので、私は安い時に、こういった食材を買って、で、冷蔵保存して、使うときに、解凍して使うんですけども、このね、お肉があったので、これで、とんかつにしたいと思います。マリネードされた、味付けされた、このお肉なんですけども、結構ね、便利で、このまま焼いて、グリル風に食べるか、もしくは、今回ね、ご紹介する、とんかつのような感じに、アレンジしていただいてるんですけども、こちらをね、作りたいと思います。で、その他、野菜ね、ありますので、これでね、サラダにしたいと思います。で、このレタスなんですけどもね、すごい大きいでしょう。頭くらいあるんですけど、これが、おとつい買ったものなんですけども、一玉が、99セント、日本円で100円ぐらいだったんですね。安いですよね。で、トマトも500グラムで、1ユーロちょっとだったと思うんですね。日本円で100円ちょっとで、もうこれちょっと食べちゃったんですけども、5つぐらいついていたんですね。ですから、日々ね、ちょっと値段が違うんですけども、比較的、生鮮食品とかお野菜なんかも見ていると、日によって全然値段設定が違いますし、安い時なんかはね、こういったね、お野菜も、以前と同様のね、お値段で買うことができます。で、これらの材料を使って、今晩はちょっとお料理をね、したいと思います。で、それから、最近ね、私、お味噌汁はね、日々飲むようにしているんですけれども、こういったね、お味噌のペーストなんかも、この普通にドイツのスーパーマーケットで売られていて、これを私はお味噌汁にしてね、飲んでるんですよ。これすごい便利です。なんか、だしも入っているのか、ちょっとね、お湯で溶かすと、もうお味噌汁が出来上がるんですね。お好みでおネギとか、わかめの、乾燥したものを加えたら、もうそのままわかめのスープになるっていうね、お味噌汁になるっていうことで、飲みたい時に、すぐ飲めるんで、もう簡単ですよね。
私はまあ飲むんですけれども、夫はね、やっぱりちょっとドイツ人なんで、私ほどそんな飲みたいっていう感じではないんですね。で、まあどうしてもお味噌汁ってちょっと量多く作ってしまって、まあなかなか飲みきれなかったりとかするんで、私はね、まあ、インスタントの味噌汁を、まあこのセットされたものありますよね。ああいうものを買って、まあ飲んではいるんですけれども、最近ね、こういったね、お味噌のペーストをこの現地スーパーで見つけたんで、これがね、なかなか便利でいけるのでね。で、しかもお手頃なんです。これ一瓶で、200g 入ってるんですけれども、1ユーロ、2ユーロするかしないかだったんですね。2、300円ぐらいで売られてるんです。ですのでね、こちらの、まあ、こちらでね、味噌汁もね、作ってね、添えたいと思います。まあ、そういうことなんですけどもね、よかったら、最後までね、ご覧ください。こちらが今晩の材料になります。お肉の他に、フライにするので、小麦粉と、食用油ですね。で、卵。で、このパン粉なんですけれども、ドイツでも、このパン粉売られているんですけれども、ちょっとね、粒が小さいので、で、私はやっぱりちょっと日本のようなパン粉の方が、まあ、このカツ、トンカツには向いてるかなと思ってね、いるので、いつもアジアンマーケット、ドルトムント市にもアジアのちょっとスーパーマーケットがあるので、そちらでね、こちらのパン粉を買っています。で、それから、サラダにするお野菜と、あとお味噌汁ですね。で、それと、昨日なんですけれども、ちょっとご飯を炊いたので、まあ、いつも私は多めにご飯を炊いて、このように、まあ、一つずつ、ちょっとラップでくるんでおいて、食べない場合は冷凍保存して、で、食べたい時に解凍してね、いただいています。まあ、炊きたてがいいんでしょうけれども、ちょっとめんどくさいので、いつもこんな感じでね、冷凍保存しています。今日のとんかつなんですけれども、こちらのね、マリネードされたお肉を使うんですが、味がついていないものも、私は使うことがあるんですね。で、このマリネードの良さは、お肉がすごく柔らかいのと、もう下味をつける必要がなくて、もうこれに、まあ、衣をつければ、まあ、結構美味しいね、とんかつができるんで、まあ、今回はね、まあ、こちらのお肉を使うんですけれども、すごくね、便利です。で、この1袋 480g の中に、まあ、3つ、まあね、お肉が入っているということなんですが、まずはね、食べやすいね、大きさにね、切り分けたいと思います。大体この量で2、3人分ぐらいだと思うんですね。まあ、私たち2人にしてはちょっと若干量が多いんで、まあ、次の日もね、私が食べる形になるんですけれども、まずはね、ちょっとね、開けて、食べやすい大きさに、切りたいと思います。中開けたらね、ちょっとこんな感じなんですね。あ、こういうお肉が入っています。結構ね、大きいんですね。だいたい1人分ぐらいかな。でもね、よく食べる方だったら、まあ、夫、ドイツ人で体が大きいので、まあ、これ2枚ぐらいは食べるんですけどもね。で、こちらを、まあ、食べやすい大きさにします。ちょっと筋なんかもね、切っておくと、食べやすいですよね。こんな感じ。で、ちょっとね、脂身の部分とか筋の部分は切り取ってます。このまま私は、お肉で、このバーベキューで使うこともあるんですね。まあ、今回は、とんかつ、カツレツにしますけれども、ちょっとね、筋なんかも入れときます。お肉なんですけれども、こんな感じの大きさにね、切り分けました。もう、ちょっと筋の部分とか脂身の部分はこのようにね、取り除きました。で、これに、衣、卵、小麦粉、パン粉をつけていきます。衣をつけていくんですけれども、溶き卵とパン粉と、小麦粉になります。で、まずは、小麦をつけます。こちらのね、お肉。まあ、揚げ物は結構ね、ちょっと手間かかるんですけども、でもやっぱりね、家で揚げたのは美味しいですよね。手、ちょっとぐちゃぐちゃになるんですけどね。で、これに卵。で、パン粉。こんな感じ。
今、この食用油の値段とかも、やっぱり相変わらず2、3倍値段はしてますね。あ、間違えた。小麦粉つけてから。順番間違え。小麦粉つけて、で、卵。卵もちょっと値段上がってますね。ね、全体的に。で、これこう。で、こんな感じで全てのお肉に衣をつけました。結構ね、ボリュームが出ました。で、これで油で揚げていきます。サラダなんですけれども、レタスと、あとトマト、きゅうりとラディッシュもあったので、付け添えてサラダにします。サラダはこんな感じで適当に盛り付けました。お好みでマヨネーズ、お酢、またお塩でね、いただきます。今から、こちらのね、とんかつをね、揚げていくんですけども、なんと私は今日は外で揚げたいと思います。家の中で揚げるとすごい匂いがもう油っぽくなるんで、お天気のいい日は、まあこんな感じで、このね、プレートを使ってね、揚げていきます。こちら本当に便利で、なんかドイツで19ユーロとか20ユーロぐらいでね、買ったんですけどもね、本当よくね、お肉焼いたりとか、まあ、このような揚げ物で外でね使っています。揚げるのにこちらの油をね使うんですけれども、やはりね、相変わらずこの油の値段は高くて、3、4倍ぐらいまでね上がっています。安い時に私ね、まとめて油ちょっと買っていたんで、今のところね、まだね、ちょっと油があるのでね、気兼ねなくね、お料理はできますね。外で揚げると、なんかお肉をこのバーベキューすると同じで、酸素が加わるせいかね、すごくね、パリッと美味しく出来上がるんですね。まあ、気のせいなのかもしれないですけども、でもね、家の中がちょっと油まみれにならないのと、匂いがね、こもらないんで、まあ、私は晴れてる日は、まあ、こんな感じで外でね、この揚げ物なんかをしています。こんな感じでね、いい色にね、上がっています。こうやって揚げてると、なんかよく日本のスーパーの店頭販売とかでありません、こういうの。店頭販売でやってるとんかつ揚げてる、なんかスーパーの店員さんみたいな感じで。で、こんな感じでね、すべて揚げ上がりました。で、これを盛り付けていきます。そう、こんな大きなとんかつです。盛り付けが完了しました。レモンを添えました。で、夫も、今日お味噌汁飲むということですので、量結構たっぷりめのこちらをね、開けます。で、私は、少量なので、こちらのね、味噌ペーストのお味噌汁をいただきたいと思います。
こんな感じで、ボリュームたっぷりのとんかつ、カツレツがね、出来上がりました。では、これから実際にいただいてみたいと思います。お肉そのものに味がついているので、ちょっとね、レモンをかけていただこうと思うんですけれども、お好みで、こういったね、ケチャップとか、あと、マヨネーズ、それからマスタードですね。こちらをね、かけてね、いただいてみたいと思います。ではね、ちょっとレモンだけかけていただいてみたいと思います。味がついているのでね。すごい柔らかくて味もねしっかりついていて美味しいです、でちょっとケチャップと、マヨネーズマスタードもつけていただきたいと思います。こんな感じ。マリネードされてるんですけども、それほど濃くないんですね。ですから、結構ね、こういうソースかけてもね、全然塩辛くなくね、美味しくいただけます。そんな感じで、今回は、こちら、このね、とんかつ、カツレツをね、ご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。手軽にね、簡単に出来上がりますのでね、一度ね、もしお作りになっていらっしゃらない方はね、どうぞね、お試しください。そういうことですけれども、今日もご視聴ありがとうございました。